医者じゃないけどできる限りのことはするわ。薬は何だ。これ失敗するとどうなるのかな。あ、ごめんごめん。ゆっくりか。そっと塗るわね。これで痛みは収まるわ。痛み止め飲ますか。睡眠薬。ちょっとこの状態に睡眠薬、何考えてるの。ダメ。そうか、消毒っつっても。まだ絆創膏は貼れない。傷の手当てが先よ。消毒、ちょっと順番違ったね。もうこれは消毒薬よ。やけどには効かないわ。だよね。あ、こっちにも怪我してたのか。そっかそっか、悪い。あ、ごめんごめん。そっとやるわね。ゆっくり。傷は消毒したわ。もういいのかな。あ、ずっと回してなきゃいけないのか。OK。 イーさんもよかったね。この人がいて。気分はどう？イーさん。意識がない。今は待つのみね。起きることを祈って。ずっと待ってあげてるんだ。
なされてるね。気分はどう？あんまり。どのぐらい寝てた？3時間くらい。なぜよくしてくれるんだ？知り合いでもないのに。そうするしかなかったのよ。放っておくわけにもいかないし。不眠症でここにいるって言ってたっけ。ええ、ここ何ヶ月かちょっと嫌なことがあってね。忘れてしまいたいようなことばっかり。我慢はしてるんだけど難しいわね。説明、俺も聞きたいな。こんな状態であなたを見つけるのは二度目よ。まるで命を狙われてるみたい。何が起きてるの？マフィアとのトラブルとか借金とかそういうこと？マディソン、君には本当に感謝してる。でも君自身のためにも何も聞かない方がいい。手伝えることはないの？これは僕の問題なんだ。君はもう十分に助けてくれたよ。イーサンはやっぱ優しいね。行くわね。お大事に。さあ、もう一回行くのかな。同じ場所には行かないのかな。もう、あ、行かないんだね、同じ場所は。俺はやってない。誓ってやってねえ。事件とは何の関係もねえよ。やってねえ。じゃあ職務質問されてなぜ逃げた？言っただろ、保護観察官に報告し忘れてたんだよ。無所には戻りたくねえ。大回りを見たら反射的にどうかしてたんだよ。奴の証言を調べました。少なくとも3件はアリバイがあります。奴なら犯人にぴったりだったのに。チキショー。ぴったりってなんだよ、ぴったりって。アッシュです。わかりました。ショーン・マーズの母親が来ています。警部補と話したいそうです。数ヶ月前のことです。真夜中で雨が降っていました。午前3時ごろ、ずぶ濡れになってイーサンが帰ってきて、どこへ行っていたのか聞くと、彼は溺れるとか雨のこととか意味のわからないことを言って、彼の目つきがいつもと違って、まるで彼じゃないみたいで。関係ないかもしれません。でも次の日にニュースで新たな犠牲者が出たって聞いて。折り紙殺人鬼の。この奥さんは疑ってんのか、イーサン。お願いです。
流れになってくるか。私はガーター・ブレイク警部補。こっちは FBI のノーマン・ジェイデン捜査官。情報によるとイーサン・マーズはあなたの患者らしいですが、彼について質問を。申し訳ないがそれはできません。何ですって？守秘義務の制約ですよ。いかなる状況でも患者について語ることはできない。俺の仕事はショーン・マーズを生きたまま見つけることだ。あんたの誓いなんてクソくらいなんだよ。ん？その通り。法的にあなたには話す義務があるんです。悪いが私は協力できない。どうぞお引き取りください。協力してもらわないと。先生自身のためにも。あなたの患者が容疑者だとしたら警察に通報する義務があるんですよ先生。脅迫ですか？助言しているだけですよ。従った方が身のためだ。殺人犯をかばうことになるんですよ。何か知っているなら我々に話してください。警察を呼んであなたの振る舞いに対して苦情を申し立てます。先生、俺を怒らせるなよ。俺の興味があるのは子供を助けることだけだ。分かったらいい子にして質問に答えるんだな。じゃないと俺は本気で切れますよ。何してる？いい加減にしろ。黙れジェイデン。こんなことをこいつは何か知ってる。話す気になるまで俺はここを動かん。いつも強引だなこの人。おお、やりすぎでしょう。さあ先生、楽な方と痛い方、好きな方を選べ。え？ちょい、先生を今すぐ解放しないなら上に報告するぞ。捜査も外してもらう。何言ってやがるノーマン。おじけづいたか。子供を助けたいんじゃなかったのか。もちろん俺だってショーン・マーズを助けたい。だからって何でもありか。こんな乱暴はやめるんだ。今すぐに。イーサンは長男を亡くした時から心に問題を抱えている。息子の死に負い目を感じて、重い神経症みたいなものだ。歴史体のイメージに怯え続けているんだよ。数週間前、いつもの診察の後に床でこれを見つけた。彼のポケットから落ちたものだ。いやーこれまずくねえか。これまずいよねこの流れ。でもね、俺も実はもうあのメリーゴーランドのあたりからイーサン怪しいなって思ってた。もしかしてイーサンなんじゃないかって。記憶飛ぶじゃないですかイーサン。だからその記憶が手の空いてるやつ全員イーサン・マーズの飛んだ間、24時間家を張り込ませろ。すべての機関にやつを探させるんだ。列車の駅、空港、バスのターミナルを見張れ。逃げられないようにこの町にいる警官総動員でイーサンを追うんだ。そうだ、イーサン・マーズが折り紙殺人鬼だ。あーちゃあ。さあ果たしてイーサンなのかどうなんでしょうかね。次は探偵さんか。木曜日。アメリカの打ちっぱなしもこういう感じなんですね。この人はあれですかね、さっき会ったあの金持ちの息子ですかね。息子じゃないや。お父さん。ナイスショップ。ありがとう、よく来てくれたね。コーヒーはいかがかな。
結構です。ゴルフは？一度だけコースのオーナーには申し訳ないことをしましたよ。うん、面白いスポーツだ。力も必要だが冷静さと正確さも要求される。何本か一緒に打たないか。ここなら芝を痛める心配もない。やります。ジャケットを脱いでクラブを持ちたまえやるんだ。この人カツラっぽいね。ボールはバスケットに。さあ打てるかな。クラブを正確にグリップすることが大事だ。準備ができたらスイングして。はっ。やるじゃないか。もう250ヤードあるようだな。ビギナーズラック。クレイマーさん、ゴルフをするために私を呼び出したわけではないでしょう。息子のことを聞き回ってるそうだな。ええ、息子さんが折り紙殺人事件に関わってるか知りたくて。した。あれやったんだけどな、ちゃんと上でしょ。これで下ろす。あ、できた。私の息子は事件とは一切関係ない。あれさっきとだいぶ違うね。ならば私の調査を恐れる理由はない。君に息子を調査する権利はない。関係ないと言ったろう。お言葉ですがクレイマーさん、誰を調査するかは私の自由ですよ。あれさっきと違うね、捜査が。私にはそれなりの力があるが、理解のある相手には礼を尽くす。買収のつもりですか。君にとって何が得か教えているとでもしておこうか。いくらなら息子から手を引くかね。誤解されているようですね。その手には乗りません。買収する時点で怪しいよね。後悔することになるぞ。ごきげんよう、クレイマーさん。探偵さんかっこいいね。どうなっていくんだろうね、これは。次は E さん。E さん、E さんどうなっちゃうんだろうね、これ。指名手配されちゃったし。長いな。そう、でもね、E さん怪しいんだよな。記憶飛んでる間どうしてるんだろうね。木曜日7時47分。
なんか不気味な場所だね。お、なんか落ちてるね。まあ拾う前にここで今日は終わりにしたいと思います。ちょっとねかなり長時間撮ってるので一旦ここで終わりにしないと、ちょっとこの前マックスペインでね勝手に全部20分でなぜか途切れてたんで、そういう心配もあるんで、ちょっと一旦ここでね終わりにします。まあちょっと続きが気になりますがね。はい、ということで、お疲れ様です。またよろしくお願いします。